い、どうもじゅんじゅんです。はい、そら先生です。よろしくお願いしま す。前回の男子の美容って話してたと思うんですけど、はいはい、ちょっと言われたことがあって、その仕事してて何か得したことあんのっていうのを聞かれたんですけど、この仕事してやってて良かったなって思ったことあります？良かったことはまずいち早く健康、多分健康オタクなのか、健康の情報、健康の商品、流行りトレンドというか、そういうのに一般の人よりもキャッチするスピードがやっぱ早い、ね、あ、そりゃそうね、当たり前、話題の新成分とかはそうそうそう、いち早く情報としては来るよね。いっぱいサンプルもらえるし、あ、そうねしょうもないけど、まあいろんなメーカーさんから情報来るからねそうそう、とか、まあ先ほど言ったね、ちょっとこう有名な方とか、普段会えへんような方とかも出会ったりとか。あ、そうね、だってソラ先生のお店はするよね。何、スポーツ選手、はいはい、とか格闘家、誰が来てる、まあ、あの選手名じゃなくていいけど、どういうジャンルの人が来てるかだけで。柔道の有名な人スポーツ選手が多い来てるの。あとあれよね、劇団四季、劇団系の方と か、 そうそう、だからお綺麗な方も多いよね。オペラ、ね、歌い手さんとか、だから普段簡単に会えんような方が多いよね。会わないよね、全然学生とかの時よりも増えたね、知り合いというか。でもこれ紹介の紹介みたいな感じ。紹介紹介、ぶっちゃけ全くオペラ、なんていうの、興味というか音楽があれ知らんから、うんうん、でも音楽、まあ腱鞘炎とかね、ああ、はいはいはい、職業病ね、喉 の調子で、声なんで呼吸トレーニングで来るとかだから、絶対合わないよね。お金払って見に行くってなかったけど。そうね、お金払って来てくれるわけやもんね、お客さんとしてね。そういう方々、だからまあ普段普通に生活してたら接点のないような方と会えてるよね、いいことだね、美容に興味がある方って人に見られる仕事の方が多いかなと思うんですよね、そのスポーツ選手もある意味戦う仕事だったりとかするけど、はいはい、観客っていう、その 見る人たちがいるじゃないですか、ただ強いだけじゃね、やっぱ見た目も大事だね、人気出ないからね、やっぱかっこいいとか、まあ、筋肉がすごいとか、まあ、いろいろあると思うけど、そういう見た目は大事だと思うからね、そういう人が来てるって思ってるね。俺一番多いのは個人的な話でいくと、自分の姪っ子とか女の子、年下の子で美容知ってるから、いいコスメ何、いい化粧何とか、普通だったら聞かないじゃん。自分のお父さんとかに化粧品の話したって自分の父親は知らないけど、そうだね、うちらには聞いてくれるから、ほら親戚の女の子とかでさ、思春期の子とかと喋れないやん、共通する話題もないし、ない、ね、ワックス脱毛とかだと10代の女の子って産毛とか気になるわけよ、もういろんなところの毛が。あったのが、友達の姪っ子ちゃんが、はい、産毛がすごく気になると、もう手とか足とかね、はい、その毛がめっちゃあるわけじゃないんだけど、毛が生えてるのがすごく気になると、一回脱毛を試しでいいからやってくれないかってやってあげた、ね、知ってる男からやられるの嫌だろうなと思って、だけど、はいはい、やってあげるねっつってやってあげたの、ここ、はい、腕の毛が気になるからっつって脱毛ベッてしてあげるじゃん。そしたらめちゃくちゃ感動して、すごいすごいってなって、結局ここもしてって言われて、こっちもしてって言って、もう顔もしてあそこもしてって言い出して、普通だったらいやいや、そんなあのおっぴろげに出すんじゃないよっていう話よね、顔とか、はい、ここもやってほしいとか、ズボン脱いでこの足、ここのうつ毛もここもしてみたいな、ね、もうちょっと恥じらいを持ちなさいって思うけど、はいはい、それは確かにね、普通の仕事してたら、ね、そういう姪っ子ちゃんとか親戚の女の子とそんな話しないじゃないですか、こうすごくコミュニケーションはしてもらいやすいな、とはめっちゃ思いますね。いや、うちもそうやけど、やっぱ脱毛の方が特殊やな。あとはね、まあ、脱毛の場合は聞くに聞けない、周りの人に。確かにね、だって誰も正解知らないから、言えないね、お父さんお母さんとか妹とかまたちゃうよね、例えば脇の脱毛とか、VIO の脱毛とかって一般の人に聞いても誰も正解持ってないんで、うんうんうん、でもうちらは持ってるから、いや実はこんなのがどうしたらいいみたいなのはすごい質問というかで聞かれることは多いかな。